はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日はバスケットボールのディフェンス練習の方法を紹介します。チームディフェンスの練習、シェルディフェンスというテーマのお話です。このシェルディフェンスっていうのは、まあ、代表的なチームディフェンスの練習方法なんですが、4対4で行うドリルになります。こういうふうにハーフコートがあったら、2ガードのポジションにオフェンスは取って、そして両ウィングにもう2人いるというこういう形ですね。でこれに対してディフェンスがついていくと、こういう練習ですね。これで、まあ、シュートに行く前にオフェンスは約束ごと通りに動いてもらって、ディフェンスの練習をしましょうというのがシェルディフェンスと言われるものです。でシェルっていうのは、まあ、貝殻のことですね。貝殻のことで、まあ、この形そのものがなんとなくこう貝殻に似てるからということと、あとはチームで貝がこう閉じたように硬いディフェンスをするなんていう、まあ、シャレが効いた名前というふうに言われています。まあ、いずれにしてもですね、4対4で行うこういったチームディフェンスの練習のことをシェルディフェンスと言うんだよということをまず押さえておいてください。で4対4でやるのがディフェンス練習は一番効率がいいと言われています。なんでかっていうと、これは一言で言うとオフェンスがやりやすいからなんですね。4対4っていうのは広いじゃないですか。もう一人いるとちょっと狭いなっていうケースいっぱいありますけど、4人だとコートを非常に広く使えるんですよね。だからオフェンスからするととっても攻めやすい状況なんです。だからあえて4対4にすることでオフェンスの練習にもなるし、逆に言うとね、オフェンスが攻めやすいってことはディフェンスはきついんですよ、ね、本当だったらもう一人隣にいるから2人で補えるようなところが誰もいないと、広いところ1人で守んなきゃいけない、1人で頑張んなきゃいけない、1人当たりの移動の範囲がやっぱり広くなるので、その分きついと。だからきついってことは練習で頑張っとけば実際のゲームになったら5人いるんだからもうちょっと楽ができるよね、練習の時はつらいことやっとけばゲームになったら楽だよねっていう発想で4対4でディフェンスをするのがいいというふうに言われてるんですね。でなので、まあ、このシェルディフェンスということで4対4で練習をするのが一般的だと言われています。で練習の具体的方法としてはたくさんあるんですが、基本は3つのやり方を押さえておけばまずいいかなというふうに思います。1つ目はパスだけ回す、2つ目はカットって言ってパスした人が動く、ね、オフェンスが動く状況で、3つ目がドリブルで抜かれた時のカバーの練習ということで、簡単に1つずつ紹介していきます。はい、まずはですね、パスだけ回すということなんですが、はい、こういうふうにいったときに、まずディフェンスは3つの役割があるんですね。ボール持ってる人に対してはボールマンですね。はい、これはボールを持っている人に対してはワンアーム、腕1本分でつくというのが約束です。はい、そうするとシュートはされない、シュートはされない、パス出すのもきつい、ね、ただ腕1本分なのでドリブルでは抜かれちゃうかもしれないというふうになります。ただその時に周りがどういうふうに抑えるかっていうと、まず隣の人ですね、2番と3番、ここはこのパスコースをディナイと言ってパスを出させないようにするわけですね。はい、パスを出させないようにする、隣はディナイと、ボールにはプレッシャー、隣はディナイ、そしたら今度隣の隣、ここで言うと1人2人目のこの隣の隣、4番のところはピストルといってカバーディフェンスをするわけです。はい、いいですかね、ピストル、まあ、1戦2戦3戦なんて呼ぶ、ね、指導者もいますけども、いずれにしてもボールは当たると。でここでまずこの人自身がシュートはさせないと、シュートはさせない、でパスはじゃあ出されちゃうけれども、これは2番と3番がパスは止めると、ね、じゃあ今度ドリブルで抜かれちゃったらどうするかっていうと、ドリブルで抜かれた時はこのピストルしてる人がヘルプに行けるから、この人がドリブルを止められるようにしとくということで、全員が協力をして1戦がボール、2戦がディナイ、3戦がピストルっていう役割をすることで、ボール持っている人ができる3つの選択肢、シュート、パス、ドリブル、これを全部チームで消そうというのが、まあ、基本的な考え方です。なのでボールにしっかりつく、でパスはディナイで止める、ドリブルで抜かれた人は
ピストルの人がカバーに行くっていうこういう役割が基本になります。はい、逆言うとディナイ頑張っててピストルちゃんと姿勢取ってるのにボールマンディフェンスが下がっちゃってるからシュートポーンと打たれておしまいなんてことになるとチーム崩壊ですよね。だから自分の役割ちゃんと果たしましょうっていうのがまず大前提になります。でその上でパス回しということですけどパスが動いたらこの役割が変わるわけですね。今この状態を覚えていていただいてこの1番から2番にパスが行ったらどうなるかっていうと全部が変わるわけです。今度は2番がボールを持ったということになると1番の人はボールマンから今度ディナイになりますよね。2番はディナイしてたのがボールそして4番はここピストルからディナイとで3番はディナイしてたのがこっち行ってピストルというふうになります。だからこのボールが空中にあるうちに全員がガサッと動かなきゃいけないわけですね。わかりますでしょうか。はい、でこのことをジャンプトゥーザボールって言って直訳するとボールに飛びつけですね。ボールがこう空中にあるうちにボールと一緒にガサッと動くということが必要になってきます。だからこのパスだけ回すオフェンスは動かなくていいんでまずはパスだけこう回していくことでディフェンスがちゃんとポジションが取れるかどうかの確認をしてください。これが一つですね。でちなみにこの2から4にこっちにパスするとどうなるかっていうと今度ここがボールここがディナイここが2人ともピストルというようなジャンプになります。わかりますでしょうか、ね。だから1線ボールは当たる2線は隣はディナイ隣の隣3線はピストルということでボールが空中にあるうちにジャンプしてもらってそのポジション移動を明確にするということをまずこの1つ目のパス回しだけの練習でやってください。で次2つ目ですね、カットという動きですが、これはねどういうことかっていうと、この状況ですね。1番が3番にパスをしました。そうしたら1番はゴールに向かって走り込むんですね。パスしたらしたらここ誰もいなくなるんで2番が埋める4番が埋める1番が出てくるっていうこういう動きだけするんです。単純でしょ、ね、パスしたら切れてってみんなが埋めるというふうにします。でこの時にさっき言ったポジショニングが取れるかどうかをやるんですね。例えば3番がボールについていたらパスが出た瞬間に1番のディフェンスはディナイをしますよね。でこれこう走っていったらそのままの位置関係でついていかなきゃいけないというふうになります。で今度その時に1番についていくんですけど1番が逆サイド抜けたとなったらそのままついていっちゃいけないわけですね。なぜならボールここなんで今度は1番がこっちに行ったらピストルに残らなきゃいけない。わかりますでしょうか。もう一回いきますね。パスが出た瞬間に1番が動くわけですがまずはここにボール持たせちゃいけないのでディフェンスはディナイをしてそのままついてきます。だけれども逆サイドに抜けた場合はそのままついていくんじゃなくてここに残らなきゃいけない。なぜならこの時ボールはここにあるので関係としては隣の隣になるからですね。わかりますでしょうか。こういうふうにパスをしたらこう動いていくということに関してちょっと難易度を上げて正しいポジショニングが取れるかどうかという練習をするといいと思います。パスをしてディナイができてなかったらパス入れられちゃうし、ね、ディナイができててもそのまんまついていっちゃったら今度はカバーのポジションに取れないわけですから、まあ、動きの中でしっかりポジショニングが取れるかどうかっていうことをやっていくというのが次パス&カットの練習です。まあ、練習としてはここで1回ぐるっとオフェンスが回ったら今度パスをポンポンポンと飛ばしてあげて逆サイド飛ばしてあげたら今度こっち側がカットしていくっていうことで繰り返し繰り返しやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。オフェンスは最初はゆっくりでいいのでディフェンスが正しくこうポジショニングが取れるかどうかを確認してあげてください。これが2つ目の練習ですね。で最後ドライブここまでできたら今度ボールを1対1、ね、抜いてきたという状況にしますね。はい、3番がボールを持っている状況としましょう。ここでボール持ってますね。はい、で1番2番4番といるときにディフェンスとしてはまずここは
ワンアームで突く。1番は隣だからディナイ。4番、2番は隣の隣だからピストルということになります。こういうポジションですね。で、まずですね、ドライブをするときに、こっち側にドリブルをさせるようにしましょう。はい、なぜならば、こっち側に行くと、一見4人いるんで挟みやすいって思うかもしれませんが、私の考えではここの真ん中にこう切られていくと、これボールマンとしては360度プレーが展開できるっていう一番いい場所だと思うんですね。どっちの方向にもパスできるし、シュートできるし、どこにでも何でもできると。ディフェンスを逆にこう全部寄せちゃって、周りを全部フリーにさせるっていうことができる場所だと思います。だからこっち行かれたくないんですね。逆にこっち側に行かせると、この辺にいる限りは180度しかボールの方向性ないじゃないですか。で、下に行けばここ90度しかなくなりますよね。だからどん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 狭い方に持っていくことができるんですね。エンドラインとサイドライン際に追い込んでいくというようなイメージで、どん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 追い込んでいくっていうイメージでいくと、これはやっぱり真ん中に行かれちゃいけないのかなということで、ボールを守る人はまずノーミドルと私呼んでますけど、ね、真ん中に行かすなと。ノーミドルで絶対ベースライン側に行かせろということをまず徹底して約束をします。はい、で話戻して、ここでノーミドルでドライブをさせたら、こっち側行かせたら、はい、一番近い人はどうするかっていうと、まずここですよね。カバーをここで出ていくと。で、制限区域の一歩外側、この辺で捕まえるのが目安ですね。そうしたら今度カバーに行ったら、ここのとこ空いちゃいますよね。このとこ空いちゃいますよね。はい。なので、これはここのピストルの人が一瞬下がると。はい。で、したら今度ここも一瞬下がるというふうにして、ノーミドル、カバー、ね、カバーが出たら、カバーダウンといって、寄せる、寄る、降りるですね。寄せる、寄る、降りる。寄せる、寄る、降りるっていう順番で、寄せてって、寄ったら降りるっていう、ここまでの練習してください。はい。で、もう、バスが帰ったら自分のマークマンに戻るということを繰り返しやる。このノーミドル、カバー、カバーダウン。ボールを寄せて寄ったら降りるですね。で、ここのところまで練習すると、ほとんどのこの1対1の状況を1対1ではなくて1対4で守ることができるんで、いい強いディフェンスがそのまま継続できるというやり方になります。なのでここで、寄せて寄ったら降りるっていうドライブの練習をします、ね、最初はパス回しだけして、次にオフェンスを動かして、慣れてきたらドライブをさせる、それにローテーションカバーをするというような順番で、まあ、シェルディフェンスやっていくと非常に試合で使える練習になるんじゃないかなと思います。まあ、練習の、ね、基本的なやり方としては以上なんですけども、最後にディフェンスの三原則の話だけしておきますね。多分やり方そのものよりどっちかというとこっちの方が重要な話だと思いますが、ディフェンスは三原則があって、一つ目はポジションですね。二つ目はビジョン。そして三つ目はトーク。この三原則を必ず守りましょうということで、ディフェンスの練習をしていくといいと思います。ポジションというのは最初に言ったように、ボールには腕一本分でつきましょうとか、ボールの隣はディナイをしましょうとか、ボールの隣の隣はピストルになりましょうとか、そういうような立ち位置の話です、ね、自分が立つべき場所に立ってますかということ。それからビジョンというのは、ボールと自分のマークマンの両方を視野に入れておくということですね。ボールが隣にあるからディナイをする、ディナイをするときにボールだけ見ててマークマンを見失ってもいけないし、マークマンだけ見てボールを見失ってもいけないですね。必ず両方を見てなきゃいけないので、そのボールマンと、自分のマーク両方を視野に入れてますかという確認、これがビジョンです。それからトーク、これは常に声を出して喋るということですね。はい、ボールいいよ、ディナーいいよ、フィストルいいよっていう声をかけることでチームの連携がより強くなります。カバーについてもさっき言ったですね、ベースラインドライブ、ここからこっち側にドライブをさせたっていう時にも寄って、まあ、降りるわけですけども、この時に無言でやるんじゃなくて、抜かれた人がカバーお願いってまず大きい声で言うと、でカバーお願いって聞かれた瞬間にいいよって言って出る、
いいよって言って出た瞬間に下がるよって言って下がる。声によって連携をやっぱり強くしていく。こういうのは一つ技術として大事だと思いますので、どんどん喋ってですね、この正しいポジショニング、それからボールとマークマンを見る、そしてそれをより良くするために喋っていくということで、このまあ3原則をちゃんと満たすようにチームでディフェンスしていきましょうということですね。まあチームでディフェンスしよう、みんなで守ろうっていうと表現として漠然としてるじゃないですか。だけどそれを漠然としてるのをもうちょっと深掘りして、ポジションビジョントークをやればチームプレーになるよっていう教え方をするともうちょっと明確になりますよね。試合の後とかもポジショニングとビジョンは良かったけど声が出てなかったからちょっとカバー遅れたよね、じゃあ明日からの練習ではやっぱ声を意識しようよなんていう振り返りがしやすくもなるので、ぜひね、漠然としたみんなで頑張ろうじゃなくて3原則に基づいてディフェンスしましょうっていう風にした方が反省もしやすいし練習もいいものになると思います。はい、今回はチームディフェンスの練習、まあ、シェルディフェンスの紹介です。はい、このチャンネルではバスケットボールの悩み解決になるような情報発信をしています。もしよかったらチャンネル登録をしていただいて、また通知をオンにしておいてもらって、このバスケの大学に入学をしてください。そしてチャンネルの、ごめんなさい、もう一回いきます。はい、このチャンネルでは、はい、このチャンネルではバスケットボールの悩み解決になるような情報発信をしています。もしよかったらチャンネル登録をしていただいて、また通知をオンにしておいてもらって、このバスケの大学に入学をしてください。そしてグッドのボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。そして現在ですね、下の説明欄のところに私のブログとか私の書いた本とか他のバスケットに関する情報もありますので、ぜひそちらもご覧になってください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学部でした。それではまた。